歴史上最も有名な文学作品である聖書、ユダヤ人からはヘブライ語でタナフと呼ばれ、キリスト教徒とユダヤ人の両方から聖典として扱われている書籍です。聖書には神の言葉が書かれており、その著者は神によって選ばれた人々だとされていますが、聖書からは様々な矛盾点が発見されているだけでなく、時代によって文章が変化していることも判明しています。そのため聖書の著者に関しては未だ多くの謎が残っており、議論され続けているテーマの一つです。果たして聖書の著者は誰だったのか、そしてどんな目的があって聖書は作られたのか、永遠のベストセラー聖書の謎に迫っていきましょう。はじめに聖書は誰が書いたものなのか。今回は主に旧約聖書のことを話していくので、動画の中で話す聖書という言葉は新約聖書ではなく、すべて旧約聖書を指しているので、ご理解のほどよろしくお願いします。聖書は内容が統一された一つの書籍ではなく、39冊の書籍をまとめた集合体です。この39冊の書籍は1000年以上にわたって複数の著者によって書かれたと考えられています。そのうちトーラーと呼ばれる創世記や出エジプト記を含む5書は聖書の中でも核となる物語になっており、皆さんが聞いたことのあるアダムとイブやノアの箱舟なんかがトーラーの物語にあたります。そしてこのトーラーはモーセが書いたものだとする単一著者理論が長らく信じられてきました。モーセとは古代エジプトの奴隷となっていたヘブライ人を率いてエジプトから脱出し、神から実戒を授かったとされる人物です。トーラはモーセ5書とも呼ばれ、モーセが神からの言葉を書き写したものだという伝承が残っています。つまりユダヤ教としてはトーラの著者はモーセだと考えているということです。しかし17世紀頃からモーセが著者であるという考えや、そもそもトーラが単一著者であるとする理論に対し、多くの宗教学者らが疑問を呈すようになりました。モーセは紀元前13世紀頃の人物だと言われていますが、モーセについての情報は聖書の中でしか知ることができず、実在を示す物的証拠が存在しません。またあまりにも文章が多いため、モーセ一人で神の言葉を書き写すのは現実的に考えても不可能です。さらにアメリカイェール大学神学校の教授であるジョエル・バーデンによれば、トーラーには矛盾した文章が多く、それが混乱を招いているとしています。矛盾の典型的な例として、ノアと洪水の物語において2つのシナリオが混ざっていることが挙げられます。例えば箱舟に乗せる動物の数について、全ての動物をつがいで乗せるという文言と、清い動物を7つがいずつ、清くない動物を1つがいずつ乗せるという文言の2つが記されています。また洪水の日数についても、40日間だったとする文言と150日間だったとする文言の2つが書いてあり、文章に明らかな矛盾が生じています。この他にも神の呼び名までもヤハウェとエロヒムという2つのパターンで書かれていたりと、設定の矛盾が多すぎるんですね。つまりトーラーの内容は一人の人物が書いたものではなく、複数の人物によって書かれた可能性が高いということです。そして複数の人物が書いたものを組み合わせたところ、情報のズレがあり、結果的に矛盾した文章が出来上がってしまったと。ではその複数人の人物とは一体誰なのか。結論から言えば、いつ誰が書いたのかは分かっていません。ただ4人の人物が関与していると予想されています。1人目がJ。先ほどは聖書にはヤハウェとエロヒムという2つの呼び名が登場すると言いましたが、 J は神をヤハウェと書いた著者だとしています。そして神をエロヒムと書いたのが2人目、 E と呼ばれる著者です。3人目は D と呼ばれ新命記の著者だとされています。そして4人目は P と呼ばれ聖職者だったと考えられています。なぜ4人に絞れるのかというと、トーラーの文体が4パターンに分かれているからです。それぞれ違う時代のヘブライ英語で書かれ、言葉の選び方も異なります。例えば P が書いたであろう箇所では50回使われていた言葉が、 J や E で書いたであろう箇所には一度も登場しないといったように、これらは文書仮説と呼ばれ、トーラを研究する上での基盤になっています。そして19世紀のドイツの神学者ユリウス・ウェルハウゼンは4人の出自についてこのように予想しています。
J の箇所は紀元前950年頃にユダ王国で作成、 E の箇所は紀元前850年頃に北イスラエル王国で作成、 D の箇所は紀元前7世紀のユダ王国の宗教改革時に作成、P の箇所は紀元前550年頃のバビロン保留以降に作成。4人の詳しい人物像は分かっておらず、あくまで仮説ではあるものの、現在でもこの説が研究の材料として支持されています。では、トーラー以外は誰によって書かれたのか。トーラーは人間の手によって書かれた神の言葉という位置づけですが、それ以外の34冊の書籍は性質が異なります。それぞれ歴史、部族、作者が異なり、それぞれの時代の出来事を記した年代記、詩や格言が書かれた書籍などがあります。この34冊の著者についても詳しい特定はされていません。ダビデ王やソロモン王が書いたであろう箇所が特定されていますが、彼らが丸々一冊の単一著者というわけではなく、あくまで複数の著者のうちの一人といった感じです。またルツ記やサムエル記など人物名が題名となっている書籍は、その人物が原文を書いているとも思われていましたが、実際は別の人物が書いている可能性が高いとしています。他に分かっていることとして、サムエル記の著者は歴史家で、歴代史の著者はダビデ王の宮廷にいた歴史家だと言われていますが、それぞれの歴史家の名前までは特定できておらず、今後も特定することは難しいだろうとされています。このように聖書には何人もの人物が関わっており、しかもその人物がどこでどんな役割を持っていたのかという記録も存在しないため、聖書の著者の追跡は非常に困難なんです。ここまでの話で聖書には複数の著者が入り乱れていることが分かりました。しかしそれがどのようにして書籍としてまとまったのでしょうか。トーラーを例に挙げれば、4人の著者の言葉をただ並べれば物語になるというわけではありませんよね。文章として矛盾する箇所はあるものの、神の教えや物語は決して破綻していません。ということは、それぞれの著者の言葉を噛み砕き、一つの物語として成立するように編纂した編集者がいるはずです。そしてこの編集を行ったのはエズラという人物だという説があります。エズラとは紀元前5世紀頃、ユダヤ人がバビロニア地方で捕虜となっていた時代のユダヤ人指導者です。捕虜となっていたユダヤ人がエルサレムに戻ってきてから、再び宗教的な伝統を築こうと、エズラは神の教えなどを他のユダヤ人に向けて教えていたとされています。その際にみんながその教えを理解できるように伝承をつなぎ合わせて分かりやすく伝える工夫をしていたんですね。それが結果的に編集という作業になり、エズラの語ったことがトーラーという形でまとまったのではないかと予想されています。しかしこれもあくまで仮説であって、聖書の編纂については諸説あります。ではそういった編纂された書籍が今度は39冊集められて1冊になるわけなんですけど、それは誰が何のために行ったのでしょうか。聖書にどの文章を入れてどの文章を外すのかという決定は西暦1世紀頃に行われました。西暦1世紀はユダヤ人とローマ軍の間で戦争が起こった時代です。戦争で生き残ったユダヤ人は故郷を追われ離散しましたが、律法学者らが集結し聖書の確立を最優先課題として取り組み始めました。聖書を確立しなければ人々の神への信仰心が失われてしまうと考えたからです。複数の書籍が複数の場所に存在すると、歴史の全体像を把握することが難しくなるだけでなく、異なった解釈が生まれ統一されたテーマやメッセージ性を維持できなくなります。そのためたとえ離れた土地にいても共通の価値観を築けるようにと、何よりも聖書を作ることが重要だったんですね。そして信仰や伝承、歴史的背景、社会的状況などを考慮した上で聖書に入れる文章を決定し、今の形になったと考えられています。そんな聖書は今や多くの翻訳版が出回っていますが、翻訳版が作られたきっかけとは何だったのでしょうか。伝承によれば、紀元前3世紀頃にエジプト王だったプトレマイオス2世が新しい図書館の参考書としてヘブライ語聖書のギリシャ語訳を欲しがったとされています。そしてイスラエルの12部族から6人ずつ計72人のユダヤ人学者たちを集め、72日間をかけてギリシャ語訳聖書を作らせたそうです。その翻訳された聖書は翻訳に携わった学者の数から70人訳聖書、または
はセプタリンタと呼ばれ、現存する最古の翻訳聖書の一つです。先ほど話したように聖書が確立したのは西暦1世紀なので、それ以前に聖書にまつわる文書の翻訳はすでに行われていたということですね。ただ聖書がここまで世界に広がったのは聖書確立後に誕生するキリストの存在があったからです。キリスト教はユダヤ人以外の多様な民族や文化からも受け入れられたため、4世紀初頭以降爆発的に広まっていきました。そして後に作られる新約聖書とともに旧約聖書も知られるようになっていったという歴史があります。しかしこの聖書が広まる火付け役となったキリストは実は実在しない人物なのではないかという説があります。その説については以前の動画でキリストの実在を示す証拠を探っているので、新約聖書の歴史の真実を知りたい方はこちらの動画も概要欄のリンクからチェックしてみてください。皆さんは聖書は誰によっていつ書かれたものだと思いますか？ぜひ意見をコメント欄で聞かせてもらえると嬉しいです。以上が聖書についての話でした。AI の進化によっていろんな職種がなくなると騒がれていますが、聖職者も AI に対して危機感を持っていることはご存知でしょうか？2022年12月にユダヤ教指導者のジョシュア・フランクリン氏がニューヨークの街道で聖書の一節を交えて2分程度の説教をしたそうです。それを聞いていた信者たちは拍手を送ったんですけど、その後フランクリン氏は今話した説教はチャット GPT で生成した原稿を読み上げただけだと明かしたんですね。そして皆さんは拍手していた、しかし私は恐怖を感じたとその心境を語りました。もはや AI が生成する文章は聖職者の言葉と近い価値を持ち始めており、聖職者の仕事も AI にとって代わられる可能性があるとしています。さらに AI の精度が上がっていけば、より宗教的な答えを生成できるようになり、聖職者の言葉よりも AI の言葉を必要とする人の方が増えるのではないかと懸念されています。まあ宗教においては何を話すかよりも誰が話すかという部分も大きな意味を持つので、そう簡単に AI にとって代わられることもないのかなと思います。ただ AI の進化は未知数なので、近い将来 AI を教祖とする宗教なんかも現れるかもしれません。ちなみに僕は動画の台本を AI が書いてくれるようになったら速攻でプライドを捨てて AI に乗り換えます。こんな感じでこのチャンネルでは都市伝説、芸術、スピリチュアルといったサブカルネタを掘り下げているので、僕らと同じく世間からずれている方、よかったらチャンネル登録をお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。それではご視聴ダッシュ。